お前の名は何と言うんだい？陛下、私の名前はアリスでございます。と大層丁寧に言いましたが、心の中ではこう思いました。まあ、この人たちはつまりカルタの一組に過ぎないじゃないの。私、こんな人たち怖がるには及ばないわ。それから、この者たちは誰だ？と女王はバラの木のぐるりにひれ伏している三人の庭師を指さしながら言いました。なぜならこの男たちは地にひれ伏しているので、背中の印は例のカルタ仲間と同じですから、庭師だか兵士だか定身だか自分たちの子供の中の三人だかわからないのでした。どうして私にわかりましょうか？とアリスは言って、自分ながらそう言い出した勇気に驚きました。そんなことは私に関わりのないことでございます。女王は怒って真っ赤になりました。しばらくの間、恐ろしい獣のような目をして睨んでいましたが、金切り声で怒鳴り始めました。あの女の子の首を切れ、切ってしまえ。バカね。アリスは大層大きな声できっぱりと言いました。すると女王は黙り込んでしまいました。王様は女王の腕に手をかけておじおじしながら言いました。まあお前、考えてごらん。あれは年齢に過ぎないよ。女王は怒って王様から顔を背けてジャックに言いました。あいつらをひっくり返せ。ジャックは大層用心深く片足で言われた通りにしました。起きろ。女王は金切り声を張り上げて言いました。すると三人の庭師は直ちに飛び起きて、王様や女王様や王子たちやそのほか誰にでもお辞儀をし始めました。もうおやめ。女王は金切り声で言いました。お前たちのすることを見ていると目が回ってくる。それからバラの木の方を向いて言いました。お前たちはここで何をしていたのだい？陛下のお気に召すようにと二人は片膝をつきながら恐れ入った声で言いました。私たちはあの分かった。女王はバラの花を調べてみてから言いました。この男たちを打ち首にしろ。それから行列は動き出しました。後にはこの不幸せな庭師を死刑に処するために三人の兵士が残りました。三人の庭師たちはアリスのところへ走ってきて助けを願いました。お前たち打ち首になることはないわとアリスは言って、近くに置いてあった大きな植木鉢の中に三人を入れてしまいました。三人の兵士たちはしばらくの間庭師を探しに歩き回っていましたが、やがて落ち着き払って行列の後についていきました。打ち首にしたかと女王が叫びました。仰せの通りに首をはねましてございますと兵士たちは叫び返しました。よろしいと女王は叫びました。お前、玉打ち遊びができるか。兵士たちは黙ってアリスの顔を見ました。というのはこの問いは明らかにアリスに尋ねられたからでした。はい、アリスは大声で言いました。それではおいで。女王は怒鳴りました。そこでアリスはこの次にはどんなことが起こるだろうかと思って行列に加わりました。大層良い天気ですな。アリスのそばでおどおどした声が言いました。アリスは例の白ウサギのそばを歩いているのでした。ウサギは心配そうにアリスの顔を覗き込んでいました。大層良いのねとアリスが言いました。公爵夫人はどこにいらっしゃるの。ウサギは慌てて小さい声で言いました。こう言いながらウサギは心配そうにちょっと振り返りました。それからつま先立ちをしてアリスの耳に口をつけささやきました。夫人は死刑の宣告を受けたのです。なんでとアリスは言いました。あなたはなんて気の毒なと言ったのですかとウサギが尋ねました。いいえ、そうじゃないわ
とアリスは答えました。私少しも気の毒には思いませんわ。なんでと私は言ったのよ。夫人は女王様の耳を打ったのでした、とウサギは言い始めました。アリスはキャッキャッと笑いました。まあお静かに、とウサギは驚いて言いました。女王様に聞こえますよ。公爵夫人はね、少し遅くなってきたのです。すると女王様がおっしゃるのに、みんな場所におつき。女王は雷のような声で言いました。家来たちはぶつかり合って転びながら、そこいら中を駆け回り始めました。けれども1、2分のうちに場に落ち着いて、それで遊戯が始まりました。アリスはこんな珍しい玉打ち場は生まれて初めて見たと思いました。それはどこもあぜや溝ばかりでした。玉は生きたハリネズミで、棒は生きたベニズルでした。そして兵士たちはアーチを作るのに、自分たちの体を二重に折って、手と足とで立たなければなりませんでした。アリスがまず一番難しいことだと思ったのは、ベニズルを扱うことでした。アリスはそれの体を丸めて、大層具合よく足を下に下げて脇の下に抱えることができました。けれどもアリスがそれの首をまっすぐにうまく伸ばして、それの頭でハリネズミの玉を打とうとする時になると、いつもぐなりと曲がってしまって、ずいぶん変な顔をして、アリスの顔をじっと見るものですから、アリスはこれを見ると笑い出さないではいられませんでした。アリスがその首を下に下げてまた打ち始めますと、今度はハリネズミが転がらないでのそのそ張っていこうとしますので、全く苛立たしくなりました。その上、ハリネズミを打ち出そうとする方向には一面にあぜや溝があって、それに二重に折れて輪を作っている兵士はいつも起き上がったり方々を歩き回ったりしますので、アリスは間もなくこの玉打ち遊びは本当に難しい遊戯だと決めてしまいました。玉打ちをする人たちは順番なんか待たず、始終喧嘩をしてハリネズミを取り合って一度に玉打ちをしだしました。それで女王はすぐに怒ってしまって、地団駄を踏みながら怒鳴り立てました。あの男を打ち首にしろとか、あの女を打ち首にしろとか、1分間に1度ぐらいの割合で言っておりました。アリスも大層心配になってきました。アリスはまだ女王と本当に喧嘩だけはしませんでした。けれどもいつどうなるかもしれないことだと思っていました。そうしたら私どうなるだろうとアリスは考えました。この国の人たちは打ち首をすることが大変好きらしいわね。なのに生き残っている人がいるから全く不思議だ。アリスは逃げ道を探して見つけられないで逃げられるかどうかと考えていました。その時、空中に妙な形をしたものが現れました。初めのうちはなんだかさっぱり見当がつきませんでしたけれども、 1、2分の間じっと見ていると、それがニヤニヤ笑いの口だということが分かりました。それでアリスは独り言を言いました。あれはチェシャー猫だ。これで私話し相手ができた。ご機嫌いかがですか、と物が言えるだけ口が出てきた時、猫は言いました。アリスは猫の目が出てくるまで待っていました。それから分かったようにうなずきました。耳が出てくるまでは話をしても無駄だわ。少なくとも片耳だけでも。すぐに猫の頭がすっかり出てきました。そこでアリスはベニズルを下に置いて、自分の話を聞いてくれるものができたのを喜んで玉打ちの話をしだしました。猫は頭だけ見せれば十分だと思って、それ以上には姿を現しませんでした。みんなが正直に玉打ちをしているとは思えないわ、とアリスは不平らしい口つきで話し出しました。それにあの人たちは無茶に喧嘩をするもんだから、人の言うことなんか聞こえやしないの。そしてこれといって別に規則もないらしいのよ。まあもしあっても誰も守りはしないわ。
それに何から何まで生き物を使うんですもの。その混雑といったら考えもつかないくらいだわ。例えて言えば、私が次にくぐっていかねばならないアーチは、玉打ち場の向こうの橋なんかを歩き回っているの。そうして今しがたも、私が女王のハリネズミを撃とうとすると、私のが来るのを見つけてずんずん逃げていってしまうという始末なの。お前、女王様は好きかい？と猫は低い声で言いました。ちっとも、とアリスが言いました。女王様は大変に、と言いかけると、女王がすぐアリスの後ろで耳を傾けているのを見つけましたので、きっと勝つでしょう。だからおしまいまで勝負をやる必要なんかないわ、と言いました。女王はニコニコして通っていきました。お前は誰に話をしているのだい？と王様はアリスのそばへやってきて言いました。そして大層不思議そうに猫の頭を見ました。これは私の友達でチェシャ猫ですの、とアリスは言いました。ご紹介しますわ。わしはあれの顔つきが嫌いだ、と王様が言いました。けれども望みとあれば手にキスを許してやる。あんまり望みでもありません、と猫は言いました。お釈迦なことを言うな、と王様は言いました。そんなにわしの顔を見るな。王様はこう言いながらアリスの後ろへ行きました。猫は王様の顔を見てもいいものです、とアリスは言いました。私はある本で見たことがあります。でもどこだったか覚えていません。とにかくあいつは取り除けなければいけない、と王様は大層きっぱりと言って、ちょうどそこを通りかけた女王に話しました。ねえお前、あの猫を取り除けてくれないか。女王様にはどんな難しいまたは優しい問題でも、それを決めるには一つの方法しかありませんでした。それであいつを打ち首にしろと言って見向きもしませんでした。わしは自分で首切り人を連れてくる、と王様は熱心に言って駆け出しました。アリスも自分も戻って行って勝負がどんな様子だか見たいと思っていましたが、その時女王が怒って金切り声を張り上げているのを聞きました。順番を間違えたという理由で女王が3人に死刑の宣告を下したのでした。アリスは勝負がめちゃくちゃになって、自分の順番だかどうだかわからないほどでしたから、様子を見ているのが嫌になってきました。それで自分のハリネズミを探しに出かけていきました。ハリネズミは他のハリネズミと争っていました。それを捕まえて他のハリネズミを撃つのにすごくいい時だと思いましたが、今度は困ったことには、ベニズルがお庭の向こうへ行って木の上に飛び上がろうと焦っているのが見えました。それでベニズルを捕まえて帰ってきますと、ハリネズミの争いは済んでいて2匹ともどこかへ去ってしまっていました。でも平気よ、アーチの兵士たちがこっち側にはいなくなってしまったから。そこでアリスはベニズルを逃さないように脇にしっかり抱えて、お友達と話をしに戻っていきました。アリスがチェシャ猫のところに戻っていって驚きましたことには、猫の周りに大勢の人が集まっているのでした。首切り人と王様と女王との間に口喧嘩が起こっていて、三人が三人とも一緒にしゃべり立てていました。けれども他の者たちは黙り込んで不愉快そうな顔をしていました。